1台で遊ぶ、持ち寄って遊ぶ、オンラインで遊ぶ。基本的に1台で遊ぶんだけど、ちょっとオンラインの仕様が気になるんで、インターネットにつないで遠くの人と遊ぶ、ね、フレンドだけなのか、野良も行き、お、世界中の誰かと、そういうのもあるのか、ね、世界中の誰かと、ほうほうほう、接続する、OK だ。どんな感じなのかね、ちょっと気になるんで、まずこれをチェック。皆さん忘れてはいませんか、スーパースターをめぐる勝負の始まりがこの始まりの動画だったということ。俺ね、ワンはね、当時ね、持ってなかった。買い直したっていうのもおかしいな。友達が持ってて、友達ん家でワンをやったんだ。で、その友達がワンをくれなかったのでくれないっていうか、ね、ワンだけ別に買い直した覚えがある。やっと出番だ。急いでみんなを呼びに行かなくちゃ。とても久しぶりなので、ガイド役のノコノコは緊張している。お、キャッシャリン、ドンキー、ロゼッタがいる。ロゼッタおめえいなかったよな。まあいるわけないんだよね、初め64なんで。ロゼッタはね、ギャラクシーだから Wii から登場か。マリオ、初めはね、6キャラ、クッパ、マリオ、ルイージ、ピーチ、ヨッシーだったかな。それじゃあ行こう、新しくて懐かしいマリオパーティーの世界へ。チュンチュンチュン。はい、ということでね、タイトル、おっと、ルイージ、地図持ってるワリオ、釣りしてるワルイージ、そして、ね、プレイヤーキャラの鳥 AB 嘘をつくな、プレス LR。 さあ今世界でってしてんだけど、どうなんの世界でにしたんだけど、冒険の記録や思い出を見ることができるぞ。ね、思い出なんてないよ。よく来たね。初めて見る側だね。いいものをやろう。これがマリパカードだ。早速お前のことを記録するといい、ね、インターネットに接続すると世界中の人に公開されるんだ、うん、プレイ時間0時間0拍手0コイン、ね、駆け出しプレイヤーマリパレベル1。好きなシリーズ、3が一番面白かった気もするんだよな。でも2からデュエルミニゲームが増えたんだったんだよな。1はね、直接対戦するミニゲームでコインの増減があったんだけど、2以降は基本的にはね、それなくなっちゃったんだよね。3が一番やったような気もするんだよな。あ、もっと選べた。好きなシリーズってさ、ナンバリングしかねえじゃん。個人的なイメージではね、ナンバリングよりもね、この DS とかのサブも結構出来良かったシリーズあったんで、だいたい5か6ぐらいからね、なんか演出面に凝りすぎてテンポが超悪くなった覚えもある。毎回アイテム使われせるようにしたのは俺はダメだったと思ったね。3かなぁ。ミニゲームコースターは2だったっけ ?3 だっけ、ね、好きなボード。これは現在選べるのだけか。ね、まあまあまあ、特にない。好きなミニゲームは、これ超好き。縄跳びぴょんぴょん超好きだった。あ、今回の収録作全部わかるか。パワフルバッティング好きだったね。パーフェクト取ったこともあるしね。豆の木ジャンプも好きだったね。これコンピューターのとてむずかなんかが異常に強いんだよね。なぞってクレヨン。ギリギリワンワン。ピカ。のこのこコロコ。あ、これ俺超得意だった。僕が一番うまく 3D スティックを扱えるんだって感じだった。そしてこれね、友達に死ぬほど飛ばすやつがいた。あ、懐かしい。アイスキャッチ。これこれペンギン大行進、これくっそ楽しい。今回は最初から全部選べんのかな。バラバラブロック、ドッカン戦車、これ運ゲーなんでクソゲーですね。まあこういう完全運ゲーもないとね、勝てない人いるからね。でこれはね、強いプレイヤーを談合でぶっ殺すゲームだったね。一番うまいやつ、1位のやつをとりあえず殺すっていう。いやー、
ぶつかれバルーンか、鉄球でガッハッハ、暗闇でガッハッハ、ぐるぐる対抗、腹ペコ巨大プクプク、落ちるな谷底バトゥ、はいポーズ。アイネムリワンはあったな、これ。あ、これも面白かったね。まわ、あ、これめちゃくちゃ楽しい。回ってスノーボードもね、俺これクソ早かったよ。タスさんとかあの高速でもあるけど、自力で3600ぐらいまで行けたんだったかな。懐かしいな。ニアピンぴったり、木馬、スケートレース、ボード、ホラーマンション、ヒヤヒヤ、ジュラシックパック、綱引きデンジャラス、照らしてライト、ぐるぐるぺったん、これカタ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 ってちっちゃい方超速いよね。あとはこれもあるあるだよね。あのこの左側のワリオがさ、コンピューターに挟まれて一歩も動けず一番に死ぬってやつ。結構理不尽なミニゲームも多かったよね。スピードホッケーね、ペアでレース、アムカデゴー、ケーキファクトリー、ケーキファクトリーね、いちご先を食んじゃねえよみたいな喧嘩した覚えがある。で、トロッコレースに、カゴンデグレイヨン、危ない、トケトケポ、ダブルクッパ風船、サグランボ、ジャッジ、海沿いドライブ、ペイントクリボー、ムルリンブロック。結構ね、覚えてないのもやっぱいくつか。ターザンレース面白かった記憶があるな。ギブミー、アマブロース、オッコチパラソン、お宝フィッシュ、シルエットでコイン集め、あ、集めてコインリバー。これもう Wii じゃね。シーソー、コイン集め。回転パズル。あー、これは結構あるけど、まあ、これ、縄跳びぴょんぴょん。ペンギン大行進。ペンギン大行進かな。これ、今作に入ってるのか。あ、4つぐらい選べるのか。じゃあ、じゃあとなんだ、1個だと思ってたからね。候補どれやねん。あと何面白かったかな。これ今作の分だけかな。トロッコレースコンピューターとやった方が早いよね。二人三脚のやつもコンピューターでやったら絶対ミスらないからね。自分のスピードで必ず走れるっていうのも良かったね。おそらく今作に収録されてるやつ全部だと思うんだけど。あ、この辺のミニゲーム系もあったな。これも好きだった。あと一個かな。掘るか。掘るやつどこだ。あと意外に名前覚えてない。これだ、ハックスハッスル。よし、俺いつもね、あのマリオカートの時にピーチ使い出したから、そっからずっとピーチだね。やったか、揃った、終わったか。はあ、こういうのが好きなんだね。気が変わったらいつでも変えられるよ。図鑑買うんだ。キャラクターシリーズすごろく買うんだね。ゲームの記録はまあ当然まだ何にもないんで。あー、あるね。ランキング俺今99,999位だ。で、連打さ、あ、豆の木ジャンプ 118m。 まあその辺もね、リメイクで変わってるかもしれないんで。これも多いね、記録残るやつ。回ってスノーボードやりてえな。でも基本ランダムだからな。いつ選べるようになるか。さあ、ミニゲームは買うタイプかプレイするタイプか。まあやってみればわかるでしょう。勝率、あんま勝率までは出してほしくないよね。こういうのって 100% にやっぱしたくなっちゃうし。最高記録だけでいいなっていうのは。ミニゲームマウンテンか、今回は。これがネットで対戦できるやつかな。デイリートライアル。ぶっちゃけ最近デイリーってやるの苦痛なんだけど。ソシャゲのせいかな。サバイバルのオンラインランキングに3人チャレンジ、1人でチャレンジ。なんで3人なんだ。スポーツ&パズル、タッグマッチ、ね、記念写真ね、うん、なるほど、何もない。でミュージック、
そしてまだ一つ本棚が足りてない感じだね。全部買うんだね。一応今オンラインモードなんだけど、ミニゲームマウンテン、マリオパーティー、フレンドハウス、キノピオショップ、お金ないけどショップ行ってみるか。 X にマリパレベルってあるね。あー、なるほど。いらっしゃいませ。スタンプや懐かしい音楽、図鑑カード、いろいろあるよっと。どうぞゆっくりパーッとね。基本100だね。マリオパーティーセット、スタンプ、あ、こうやって分かれてるってことね。またね。で、マリパ、フレンドハウス、ミニゲームマウンテン。これは一応今オンラインモードってだけで、別にオンラインで戦わなくていいのかな。じゃあ、まずはね、マリオパーティー。さあ、世界中の誰かと、うん、ね、初っ端から世界中の誰かととかやるとストレスまみれになりそうだしね。まあ一応ね、相手の名前まで出るかどうかわかんないんだけど、一応録画もしながらやるので、とりあえず、初回は世界中の誰かとはね、とりあえず世界中の誰かとも、スゴロクモードもどうやらできるみたいなんで、そこまでわかれば OK ですといったところで、オフラインモードに行きましょう。さあ、ということでね、普通にね、一人で OK。 いやー、そういう意味でね、完全野良でプレイできるのはいいけど、部屋建てはできないのか。さあ、いくぞ。このさ、プッシュ LR って言われるとさ、 ZLZR も知らない。はい、ということで、マリオパーティー、いくぞ。上から来るぞ、ね、これ系のやつね、確かね、あの選ばないと無限に飛ぶよなみたいなシーン多かったよね。あの土管走るのが2だったっけ。なんかいろいろあるんだよね。冒険のルールは分かっている。うん、一応ね、教えてる。サイコロ振ってマスを進むスゴロクだよね。赤が言います、赤は悪います。青に止まるとコインゲット、ね、赤はコインが基本的に3マスプラスクッパ、そして緑は、赤か青かランダム。だいたいイメージとしてね、3人青だったら青になって、2人青、1人赤だったら赤になるイメージだね、緑は。さあ、移動が終わったらミニゲーム勝負、ね、勝てばコインがもらえる。あれ ?2 位とか3位ってもらえなかったよね。もらえんの?で、20枚でスター1枚にチェンジ。で、最終的に1万億持ってる人がスーパースターで優勝。で、その後、どうやら今回はコインを貯めるがあるので、終わった後多分ね、コインに50枚にカウントされて、バンクに入るのかな?わかんないけど。さあ、ルールはわかった。さあ、マップ的にあと2キャラ、3キャラぐらいなら追加される可能性はあるけど。まあまあ、キャラは毎回変えながら行こうかな。とりあえず初回なんで、ね、持ちキャラであるピーチ。あとテレサだね、俺。ピーチ、テレサ、カロン、ノコノコあたりだ、俺の持ちキャラ。ピーチ、残り3人、お任せ。はーいっと。上から来るぞ。普通、強い、達人、優しい。普通と、強いと、強いぐらい。ね、初めだからやっぱ勝ちたいもんね。これぐらいにしておこう。さあ、そして、選べるマップは5つ。まあ、1面ぐらい隠しがあるんだろう。ヨッシーのトロピカルアイランドからね、行こう。ターンは15ターンで約45分。結構長いんだよ。まあまあ15ターン。ボーナススターは当然あり。ミニゲームね。
とりあえずまあまあミニゲーム忘れてると思うんでアリで、ハンデはありにして、全5から始めます。終わった後にね星をあのコインに変えて、キノピオバンクのコインの溜まり方の可能性があるので、これだと開始と同時に250枚分得するんでね。さあ、ミニゲームパックノーマル、全てのミニ操作が簡単なやつ、アクションを集めた、テクニックは、これね、嫌な言い方するけどさ、カスタムって作って自分で選ばしてほしいよね、本当に。まあまあノーマルで。さあそれじゃあ行きましょう。1回目、1本目、始め。やっと着いた、ヨッシーのトロピカルアイランド。なんというスイカ。昔この辺りの小島から出られずにいたヨッシーを通りすがりのスーパースターが助けた。突然現れて人助けをする、それは素敵なスーパースターだったんだよ。あまりにかっこよかったから、それからずっとスーパースターが来るのを待ってるんだ。毎日毎日働けみんなを待たせるわけにはいかない。新しいスーパースターを決めるのぞ。お、やる気満々だね。じゃあスーパースター目指して頑張っていこう。といったところで準備があるから先に行くぜ。キノピオ、任せたぞ。キノピオの声って汚い。ひどい。ここからはこのキノピオゲ。イメージ。皆さん、マップ初めてですか？初めてです。じゃあマップの説明をするよ。はい、こちらメロン島、フルーツいっぱい、アクパ、おスイカ島、海辺にいるクッパはずっとここにいるんですかね。そしてドス、うんだな今回。島と島をつなぐには、これってコインの枚数増えていくんだったっけ、払うたびに。ヨッシーたちがいるが見守っているだけのようですね。くそ、銃いるし、あん、まあまあ2番、1番キャシャリ、2番ピーチ、3番ワルイージ、4番ヨッシー。プレイ順が決まったところで皆さんにコインプレゼント。さて目指すスターはどこですかね。上から来るぞ、キノピコが。当時はキノピコいなかったよね、初代のタイミングでは。コインを集めて来るのじゃ。それではいよいよスタートだ。皆さん優勝目指して頑張ってくださいね。キノピオの風評被害。スタンプって出てるね。お、やった。絶対さ、ネット行ったらこんなやつとかいるよね。あ、それで無調、もういきなりこいつ20枚届いたんだけども、いい加減にしろよ。ビッチスタ、じゃなくてピーチスタート。マップ基本的に右回りでドッスン越えて、スター。逆に言うとミニゲームで買ってもコイン払うと2勝 しとかないと危なげだね。じゃあ行きますか。よっ、来たこれ。一方通行、右、まずは1コインで足を渡る。これで10コイン払えば、はい、次からは2コインだったよね。うん、覚えてるわ。さあここ勝たないとね。コンピューターとやるときはさ、この辺で R とかさ L とかで早送りボタンとかあると超嬉しいって思うんだけどね。R で A、 Y でおめでとう、ごめんね、ごめんね、ごめんね、
YXR かな。これ多分ショートカットはどうですか。うわあ、ふざけんな。一ターン目から起きるイベントじゃねえだろそれ。スタートクッパーの位置が入れ替わってしまいましたじゃねえんだ。それは一ターン目に起こっていいやつじゃねえだろ。そしてハテナじゃないね。いいね。お手紙を拾ってヘイホーに届けましょう。ヘイホーどこ、あ、真ん中ね。自分で拾えよ。あ、俺も動かせるわ。移動って。あの、昔だとね、操作方法がクソ長くてさ、ページ送ってたよね。プラスマイナスでスタート。まあ、基本的には拾って、渡す。拾って。あ、拾うのね。丸とか何もいらない。体当たりだ。で、ラブレターを渡すと、お前、早く、めちゃくちゃ足早くなってない？こいつ。もともと早いのか。よし、行くぞ。スタート。投げる。投げる投げる。よし。ラブレターを優先的に。よし、早すぎる。来た、ラブレター。ふう。ほら、ラブレター。私の気持ちを受け取って。あの、誰かが渡した瞬間が一番渡すの簡単なタイプ。 OK。 あの、コンピューターは特にラブレターを取りに行くという思考パターンじゃないっぽいね。じゃあ楽勝だわ。ね、なんかピーチ何かに感謝してない。勝ち10。2位とか3位ってさ、もらえたっけ。前、昔もらえなかった。1位だけだったよね。で、一応ショートカットで X 連打してると確定サイコロいける。やめてー。アイテムショップ、なんか買ったな、あいつ。ぴったりサイコロは便利。まあ、キノコ買って取りまくるのが基本かな。イグゾースト、イグゾーストって何。ロールかな。いやーん、孤独。何も起きない。なんと隠しブロックを見つけた。意外、あれ昔って20コインぐらいもらえてたっけ。マリオパーティーあるある、ね、1ターン目でいきなり隠しブロック見つけてスター見つけるやつあるある。みんな大好きだね、ぴったりサイクロ。ラッキーマウス。ラッキーすぎで、ね、ラッキーマウス。なんか俺孤独を感じるんだけど、一人。しかもこれ多分戻ったタイミングでスター買われるからさ、戻ってもしょうがないし。することないよね。ゴーゴー木棒。LR 交互。速さだね、うん。タイミングじゃなくて速さだね。あ、スタミナ、そういうのもあるのか。な、マジ。うわあ。よし、行くぞ。スタミナを使い切らないようにか。で、3あたりをキープしながら、で、途中のあの、人参マスが見えたらちょっと多めに消費しながら、これね、あれだね、あれの可能性ありだね。怖いね。はい、あ、もう本当は連完全に連打してるんだな。これ嫌な予感が。嘘だろ！思ったより回転が早い。しかし全員ミスかい。あ、新記録。後ろの人遅いんで画面外に出ちゃったよ。
見切れちゃった見切れちゃった。多分世界で一番早いと思います。よしやったぜ。まあもう一旦なんとかなるか、うん、どうにもならんなこれ。もうこれは少しの間諦めてコインスターを狙うべきか。昔はコインスターとミニゲームスターハプニングスター確定だったけど、途中からいろんなスター増えてね、ラッキースターとか7 7。きのこ、きのこが欲しい。プラス5。あ、サイコロ2個じゃなくなったんだ最近のきのこって。よし、いい数が出た。あ、クッパさん宝物を売ってやるぞ。スペシャルなサイコロだ。15コイン。強制か。呪いのサイコロ、あ、呪いのサイコロはあんまり役に立たない。まあ3コインで売ってるんだけどな、あしからず。オーノー。おお、地獄。やめてやめて。ここはクッパマスだ。楽しい楽しいイベントを始めるのじゃ。はっ、もうクソすぎねえか。理不尽だな。理不尽しかねえな。一瞬でコインがここまで減りましたけど、さあ、お、1対3好き。なんかなん、綱引きデンジャラス。どういうこと？え？どういうこと？回す！回す！こういうことね。オッケーオッケーオッケー。コントローラーのスティックを手のひらなど弱い部分で操作しないでください。するよ。そんなんするに決まっとうやん。何言ってんの？マジで。ねえ。そんなんするに決まっとうやん。あ、しません。する。これ結構えげつねえな。じゃあの、ハハハハハ。ねちゃんと左手の指で回しましたね。回したとは言っていない。よし、